はじめまして、指導歴20年以上、受験国語専門講師のあきらです。私の授業を受ければ、短期間で国語の得点がアップします。他の科目は得意なのに、国語だけなぜか苦手という生徒さんがいます。それは実は受験国語のルールを知らないだけなのです。自己流で考えすぎてしまうから、ルールから外れてしまいます。言葉の迷路にはまってしまうのです。私はそのような生徒さんのご指導において、国語を不得意科目から得意科目にまで持っていき、第一志望校合格を達成してまいりました。受験国語は特別なものです。読書とは異なり、決まったルールがあります。たとえ読書量が多かったとしても、このルールを知らなければ、受験国語では得点できません。もともと私たちは日本に生まれ、自然と日本語を覚え、会話ができるようになります。しかし、受験国語は全く別の世界です。会話の言葉ではなく、書かれた言葉によって成り立っています。だからこそルールを覚える必要があるのです。逆にルールさえ覚えてしまえばあっという間に得点アップできます。国語さえ上がれば合格できるのにと悩んでいる生徒さん、ぜひお問い合わせください。必ず力になります。